どうもケイスケです。はい、どうもニッサンです。今日はちょっとコメントを、コメントちょっと気になるのがあった。あ、そうですか。はいはいはい、いいですか。あ、大丈夫ですよ。とても参考になりました。あ、ありがとうございます。カットを習いたての頃に、うん、上司にセニングのやり方を教えてくださいと聞いたところ、うん、量をすくものなんだからすけばいいでしょうと言われてから全く成長してなかったのですが、はいはいはい、気をつけたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、とのことで。なるほどですね、はい、結構うちのコメントで、はい、いただくんですけど、はい、セニングって正確に習わない、まあ、確かにそうですね、ことがあるんですよね。結構僕の周りでもそう聞いたりします。そう聞きますよね、はい、なかなかこうセニングってこう理屈化されてない部分がすごく多くあって、はい、で結構うちの YouTube では割とセニングの理論みたいな、はい、結構発信してるんですよ、はい、でまあそのために結構高評価いただくんですよ。でやっぱりセニングってはっきりと結果が分かんないじゃない。そうですね、あんま形にそうブランドカットでカスバスンと切ったらうわガタガタなったとか、はい、真っすぐなラインがつながったとか、はい、綺麗なフォルムになったとかっていうふうなのがあるんだけれども、セニングになんかこう1回か2回ついてくられても分からへんか、分かんないです、何したか分からへんか、はい、っていうちょっとこうあやふやなこう結果しか出てこないんで、なので理論がねすごくこうあやふやにこう考えられてる方が多い、うん、ですごい迷ってる方もいるんですよ、うん、でもなかなかこうはっきり教えてくれる人もまあ近くにいなくてっていうようなことで、でね、まあ、セニングをね解明していくにあたって、はい、こう大事な視点っていうのがあるんですよ。お、視点ですか。ここを知っとかないと、そもそもセニングって俺がいくらこの前ね好き方の動画を出したんだけど、はい、まあ、あれを知って、あ、なるほどねっていうふうにやってパッてやって、あ、ちょっとうまくいったわってなったとしても、はい、それで終わっちゃうんですよ。それで終わっちゃうんですよ。その先がないんですよ。もう続いてない。だからセニングをうまくなるためにはまずこれを知っとかないとうまくなんないよっていうふうなことがあるんですよね。おお、なるほど、まだまだ奥の深さ。いや、もう奥の深いってもう根本これでしょっていう、もう物理的に考えてこれでしょみたいなね、なるほど、ってところがあるんで、はい、そこをね、今日は紹介させてもらおうかなと思いますね、はい、これさえ分かっとけばいろんな人のセニングが自分の中で積み上がっていくんです。あ、うん、これが分かってなければ、はい、いろんな人のセニングを見れば見るほど自分の中でこんがらがっていくんです。あ、すげえ大きいんじゃないですか。なるほど、はい、あなたは積み上がっていきたいですかそれともこんがらがっていきたいですか。積み上がっていきたい人は最後まで見てください。はい、ということでね、ちょっとセニングの本質みたいなところを、まあ、説明していきたいんですけれども、例えば上手い人が切ったすごい美しいヘアスタイルってあるじゃん、はい、それを全く同じのを切りたいなって思うわけじゃん。そうですね。全く同じのを切ろうとしたらどうすればいいっていうふうなことなんですよ、うん、どうすれば切れると思うっていうふうなことなんですよね、うん、はい、で例えばめちゃめちゃうまいなっていう人もさ、毛束をこう引っ張り出すやんか、はい、ほなら、ここはおそらく何らかのラインがある、うん、あるよね、そう、おそらくね、はい、何らかのラインがあるんですよ、必ず、はい、そして何らかのこの隙みたいなのがこう入ってるんですよね。はい、わかります。はい、入ってます、ね、入ってますよね。入ってます。ほならここを引っ張り出したらこの毛束も、まあ、何らかの形にはなってるんですよね。はい、なってるね。はい、で何らかのセニングが入ってるよね。はい、わかります。はい、めちゃくちゃ上手い人が切ったからここになんかさ東京タワーみたいなさこんな形になってるわけはないんですよ。ないですね、うん、絶対何かしらのラインなんですよねめちゃくちゃ上手い人が切ったからここになんかさ モナリザみたいな穴が開いてるとかねなわけない、なわけないんです。ね、ただ単なる隙間なんですよ、はい、ただ単なるラインとただ単なる隙間なんですよ、はい、ですよね、はい、ちょっとこの坊主ウィークを用意してきたんだけど、はい、このね、頭全体はね、そうやね、こういうふうなこうちょっと丸い感じでね、まあ100とか200とかぐらいのこう束に分けていったとしよう、これぐらいの、
この束に分けていった時にそれらが全て一緒やったらめちゃくちゃうまい人と全く同じヘアスタイルになると思いません？まあそうですね、言うてるの分かるよね。分かります、はい、分かるね、はい、だからモナリザで穴開ける必要もないんですよ、はい、東京タワーみたいな毛先を作る必要もないんですよ、はい、ね、ただ単なるちょっとした単純なラインと、はい、単純な隙間開け、はい、これが100個か200個の束が全く一緒やったらめちゃくちゃうまい人と全く同じカットになるんですよ。ほぼ全く同じカットになる、はい、言うてみれば分かるね、はい、そういうふうな視点でカットを考えていくんですよ。わかります、はい、じゃあそこに必要なものは何かというと、ここのブラントで切るここの外側のカットとここの隙間を開ける中側のカットっていう、はい、ことなんですよね、はい、で俺よく YouTube で言ってるんですけど、ブラントのカットを俺は外のカットって言ってます、うんうん、外側、桁の外側を切るわけじゃん。で、センニングとかをね、俺はこの隙間を開けるカットをこれをね、中のカットって言ってるんですよ。わかりますか？はい、で各毛束でそこ外がどう切られてるんですかって、中がどう切られてるんですかって、これが合えばほぼほぼ同じヘアスタイルが切れるんですよ。あれ難しい難しい顔してる。ちょっと急に難しくなってきた。難しくなりましたね。じゃあ、まあ、例えばもっと簡単に言うと、はい、例えばこの前紹介した水原希子さんのね、はい、髪型がある、はい、水原希子さん、これ誰が聞いたか知らないですけど、はい、じゃあこれをじゃあ自分が着るとしましょう、はい、ちょっと伸びた水原希子さんがサロンに来て自分が着るとしましょう、はい、全ての毛束をこの水原希子さんの写真と同じ長さに切れて、はい、全てのセニングが同じ隙が入れれることができたら、はい、この髪型になるんですよ。ああ、わかりますよね、はい、でこの水原希子さんの髪型めっちゃ上手い人が切ったとしたら、はい、このあと2ヶ月後か3ヶ月後水原希子さんが自分のサロンに来た時に全く同じ長さで切れて全く同じようなセニングが入れれるとしたら、めっちゃうまい人が切った水原希子さんの髪型と同じ髪型が水原希子さんに提供できるってことなんですよ。あ、はいはい、わかります、わかります。この水原希子さんの髪型はめちゃくちゃうまい人が切ったからこの髪型になったんじゃないんですよ、はい、何らかの長さと何らかのセニングが入れられたからこの髪型になったんですよ。わかります、はい、つまり外側のカット長さと隙が合えば同じ髪型っていうのが再現できるわけなんですよ。あ、そういう風に考えるんですよ。はい、わかります、はい、でこの外側のカットっていうのは例えばレイヤーこう入れましょう、グラデーションこう入れましょう、ラインはこういう風に切りましょう、相当理論化されてるんですよ、うん、でセニングっていうのはこれ外のカットですか、それとも中のカットですか。中のカット、確実にそうですよね。毛先すくって言っても一番外側で切られた毛先のラインの中にしかすけませんよね、はい、外にはセニング入れられるよね、はい、だからセニングっていうのはこの中のカットなんですよ、うんうん、つまり毛束の中側にどういう風に隙間を開けられてるんですかっていうふうなことを理解するという視点がないとなかなかセニングっていうのはね、これ理解できないですよ。はい、わかりますかね。はいはい、わかりますよね。はい、でね、まあ、もう一個ねちょっと大きなので言っときたいのは、例えば世の中にはいろんなセニングがあるわけですよ。はい、ね、まあ、いろんなもインスタとかでもよう出てきとるわけですよ、ね、こうやって、まあ、普通にセニング入れます、はい、こうね、はい、入れましたとかね、はい、こうやって入れたらラインつくからちょっと振りながら入れるんですよとか、はい、でも、まあ、俺もよく使うけどね、こうやってストロークですいていくとか、うんうんうん、スライドですいていくとかあるよね、はい、最近言ったらよく言ってこういうふうにこういうふうにこう、ま、切るようにこう間引いていくとかね、はい、こうねチョップで抜いていくとか、はい、ね、いろいろありますよね、はい、でセニング技術っていうのはどちらかというとどのようにすくかっていうことを教えられがちなんですよ。
わかりますか？どのようにすくか。どのようにすくか、はい、ね。スライドですいたら束が出るよとか、はい、ね。このチョップガットですいたら毛先の質感があまり損なわれずに隙間が空くよとか、はい、まあ俺がよく言ってるのはこの毛束に対してこうレイヤー状についたらタイトになるよとか、はい、まあまあグラデーション状についたら丸くなるよとか、はい、ね、でこういう風についたらパサパサならないよとか、はい、わかりますか、はい、はい、つまりこの毛束に対して例えばドライカットシザーでどのように毛束に隙間を空けていきますか、この毛束に対してセニングでどのように隙間を空けていきますか、セニングは何パーセントものを使いますかとかね、はい、何目のものを使いますかとかね、うん、まあ、もちろんそれで変わる質感もむちゃくちゃあるんですけど、うん、もちろんむちゃくちゃあるんですよ、むちゃくちゃあるんだけど、セニングを理解していく上で一番大事なのはこういうふうに、まあ、一つの毛束があるよね、はい、毛束があったら例えば根元から3分の1のところに、うん、どこにどれだけの量、どこにどれだけの量、まあどんなラインでっていうのもあるんですけどね、ラインっていうのはグラデーションとかレイヤー状とか、そういうことですよ、はい、はい、どこにどれだけの量どんなラインで髪の毛が抜かれてるんですかっていうとこが、はい、これでもう8割9割決まっちゃうんですよ、わかります、はい、そう思いませんか、同じような毛束を例えば100個200個積み重ねたら全く同じ髪型になるんですよ、はい、ね、例えば水原希子さんの髪型を作ろうとしたらこの水原希子さんの頭の毛束をまあ200個ぐらいに割ってね、はい、全く同じ長さに全く同じセニングのバランスが合えばあの髪型になるんですよ、マジで、うんうん、大体なるんですよ、はい、ね、例えば中間の位置からレイヤー状でチョップカットで切った毛束に対して例えば 20% 疲れたでこの毛束が200個揃ってると、はい、いうふうなのが一つのバランスなわけじゃないですか、はい、わかります、はい、このバランスの次に、まあ、よりドライカットシザーでやった方がパサパサになりにくいよとか、うん、うん、ちょっとピッチの細かいセニングでやった方がナチュラルな感じになるよとか、はい、うん、ちょっと穴が開いた感じにならないよとか、はい、スピーディーだよとか、こういうふうにちょっとスライドカットした方がよりメリハリがつくよとか、うん、っていうふうな、まあ、細かなテイストの違いっていうのは出てくるんですけど、要は大枠の髪型っていうのはほぼどこにどれだけの量をどんなラインですいたかっていうバランスで決まっちゃうんですよ、うん、わかります、はい、だからチョップでこういうふうにね、ここの毛束をチョップで、まあ、これぐらいの毛先さ、毛先5センチぐらいをチョップですきましたと、はい、したら、はい、ね、もう一個のところ ね、じゃあ同じようなところで毛先5センチぐらいをね、例えばこれ 20% のセニングなんだけど、はい、チョップで 20% つきました、じゃあ毛先5センチぐらいのところセニングで今 20% つきましたと、はい、質感の違いはあるけど、うんうん、この2つの毛束って髪型としてはそんなに変わんないんですよ、そうです、ね、髪型としては、はい、でもただ質感の違いはちょっとあるよ、はい、でも髪型としては変わんないんですよ、うん、実際スタイリングをきれいにすればどっちがどうやったか分からへんっていう場合がほとんどなんですよ、うん、分かります、はい、例えばセニングシザーでやってバサバサになってしまったっていう場合ってよくあるんですけど、はい、言われる場合がね、はい、セニングシザーでバサバサになったって言われる場合っていうのはそれはセニングシザーが悪いんじゃなくてそもそももうこのバランスで崩しちゃってるんですよ、このバランスでもヘアスタイルの輪郭を壊しちゃってるんですよ、ね、セニング使おうがこのバランスがきっちりヘアスタイルとして合っていればそんなにバサバサになることってのはないんですよ、だからセニングでやったからバサバサだった、レザーでやったからバサバサだったとかっていうんじゃなくてもうそもそもこの両肩のバランスが壊れてるんですよ、ああはいはい、分かります、だからこのバランスが一番大切なわけであってこのバランスを整うことができたらセニングでやろうがレザーでやろうが普通のハサミでやろうがそんなには変わらない、
まあ、もちろんテイストの違いあるよ、テイストあるけど髪型としては同じような髪型が作れるっていう話なんですよ。わかりました、はい。つまりセリングを理解しようと思ったら中側にどんなカットが入れられたのかっていうのを考える、見ていくっていうのがすごく大事なんですよ。その見ていくのにあたってどこにね、どこにどれだけの量をどんなラインで入れられましたかっていうのを見ていく。うん、いや深いです。深いですね。深くなってきたでしょ。ちょっと難しくなってきたかもしれない。はい、俺も言いながら難しいなってなってきた。こっからさらに深くいって。じゃあどこを見ようかってことなんですよ。はい。ね、どこにどれだけの量どんなラインで切られたかっていうのを見ていくってことなんですけど、はい、じゃあどの単位で見ようかってことなんですよ。単位。単位。はい。単位。単位。なるほど。難しくなってきたでしょ。はい。ね、さっき200個に分けるって言ったよね、頭を200個に分けるって言ってね、はい、そんな200個なんか見られへん、見られへんよ、はい、ね、そうですよね、200個なんか見られへん、そんな、まあ、水原希子さんの頭をこうやって200回も引っ張り出せたら見かへんしそうです ね, ね、せめてこれぐらいに割りましょうってことなんですよ。あ、分かります、はい、せめてこれぐらいに割りましょう、はい、例えばまあセンター正中線で割ったとしたら、うん、ね、ネープ、後ろが3つネープ、ミドルオーバーセクション、はい、ね、横は2つ、ね、サイドアンダー、うん、サイドオーバー、はい、まあバングある人はバング、はい、ってことやから1,2,3,4,5たった6個、うん、そう思ったら、そう思ったらでしょ、はい、ね、6個ね、グラデーションカットとか、まあ、レイヤーカット、この外側のカットはなんとなくみんなイメージできる、はい、それぞれこの6個のパーツに対して多分ネープに対して根元近くにインナーレイヤー気味に、あ、半分ぐらい取ったよなとか、うん、っていうふうに考えていくわけなんですよ、うん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 、サイドに対してでも 20% ぐらいかな、2割ぐらい取ったんかな、2割ぐらいインナーグラデーションを取ったよな、うん、中間ぐらいから、はい、みたいな感じで考えていくっていうことが理想なんですよ。そうやって考えていろんな人のカットを見ていくとだんだんとね、この中の映画が見えてくるから、お、中の映画が見えてくるんですよ。中の映画ですか、うん、中の映画見える、ね、例えば俺が、まあ俺とかはやっぱこうこの方式をちょっと考えたからね、はい、すごい分かりやすいと思うんだけど、まあ、俺結構縦パネルでセニング入れることが多いんで、はい、ほらもうこうなったら分かるよね、はい、これ俺セニングシーザー 20% ですよ、はい、ね、はい、2回入れた、 20% 2回入れたんだ、しかも根元近くから根元3分の1から1回入れましたよね、はい、で中間ぐらいにもう一回インナーレイヤー気味に2回入れたと、はい、いうことになるよね、はい、この 20% のセニングをこの桁場に対して根元3分の1中間に1回2回とインナーレイヤー気味に入れた、はい、いう感じになるよね。ってことはここに対して、まあ、ちょっと長さはありませんけど、こういう毛束に対してセニングのラインはこういうふうなレイヤー状のセニングが、まあ、20×20 なんで、まあ、36% ぐらい落ちたなっていう感じになるんですね。はい20×20 で 36% そうそうそう、なるほど、 0.8×0.8 やから64マイナス100やで 36% っていう、ちょっと僕それ難しいです、ちょっと難しいですか、うん、まあまあじゃあ2回分落ちたなと、 20% のセニングが今2回分落ちたなっていうふうな 量になるわけでしょ、はい、これ消してね、はい、っていうふうな感じで、まあ見えやすいやんか、はい、ね、わかります。ただいろんな人のカット見てたらこうやって入れてくる人いるよね、こうやって、あー、こう入ったか、今2、3回、はい、入ったね、はい、でこう入ったね、うん、おれどうやって入った、今これどういう形になった、これもサイドアンダーセクションね、はい、サイドのアンダーセクション、ここに対してここは今グラデーション上に切られてるんだけど、はい、サイドのアンダーセクションに対して今ねほらちょっとこう下げてたよ、はい、下げてこういうふうにまっすぐ入れてきてるわけでしょ、はい、2つに分けてたけどパネルがこういうふうに
下がってたやん、この頭皮に対して、はい、下がってまっすぐに入ったということは、これを横に開けばどうなるの？レイヤー状ですか、まっすぐですか、グラデーション状ですか？下がって毛束に対してまっすぐ入ったってことは、ぐーっとこれが横に上がってきたらどうなりますか？レイヤー状ですか、あ、グラです。そうですよね、はい、上がるから、はい、ね、下の方が低くなるよね、はい、そう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 、分かっていないもん。危ない危ない。ほら毛先の方に同じように、これだから多分このカットラインと同じような感じだな、毛先の方にグラデーション状にセニングが入っちゃったなみたいな、はい、だからまあ 20% のセニングがまあ2回分入ったなみたいな、ね、じゃあ毛先の方にグラデーション状に 20% の方が2回分ね、はい、どこにどれだけどんなラインで入ったかみたいなことが分かるわけですよ、うんうん、だから自分の頭の中で、あ、今こういう風に入ったわって思っておくんですよ、うん、分かります？なるほど、分かってきました、はいはい、トップも一緒ですよ、トップもね、トップもこうやって上げてセニング入れてくれたらもう大体入れたら分かるよね、はい、でもこうやってほら下げて入れたら、あ、グラデーション状になるよね、うん、逆に頭皮よりこっちに持ってきてこうやって入れたとしたらかなりレイヤー状になるよね、はい、っていう感じなんですよ、はい、だから自分の中でバーッと頭を全部こう頭皮に垂直に引っ張り上げた時に、はい、どんな感じでどこにどの位置からどういうふうにセニングが入ってるのみたいなことを絵を描いていくんですよ。あ、自分がセニング入れながらも常に、あ、こういうふうに入れたみたいな感じで外の絵と中の絵両方描いていくんですよ。あ、はい、セニングっていうのはね、何回も言うけどセニングシザー使おうが、このドライカットシザー使おうが、レザー使おうが、はい、これ絶対できないです。絶対的に中に隙間開ける作業なんですよ。うん、これ間違いないから、はい、そしてその人が意識しようが意識しようまがいが、はい、ね、しようまがい、しようまがい、しようまがい、しやかろうがねどういうふうにセニング入れても何らかの量と何らかのラインでセニングって入っちゃうんですよ。はい、いや俺はこんな感じ入れたからそんなラインとかないから、うん、言っても絶対何らかのラインになってるから、うんうん、間違いないよね、はい、それが形、ヘアスタイルという形に影響を及ぼすっていうことはこれ間違いない事実なんですよ、うん、だからその人が意識しようが潮まがいが合ってるから見てる本人はね、どこにどんなラインでセニング入ったかっていうのを考え続けてたらなんとなくイメージ出てくるんですよ。あ、わかります。だから外のカットと中のカットもイメージできるようになったら、ほぼどんな人が切った髪型でも、あ、自分の切り方でその外と中をとりあえず同じような感じで再現することができれば、同じようなヘアスタイルをまず作ることができる。あ、同じような感じの、はい、ね、それがまず一番こうコピーカットの第一歩っていうか、うん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 、って感じになるんですよ。はい、そこからやっぱこれで入れるのか、どんな目の線で入れるのか、ドライカットで入れるのか、どういうふうなスライドで入れるのかとか、うん、そのスライドの技術によって当然こうツヤ感とかも変わってきたりとかってするんだけど、うんうん、その部分っていうのはまあ所詮はこの細かなテクスチャーの違いで、まあ、その子は大事っていうこともまあ、かるんだけどね、はい、でも一番大事なのってやっぱある程度こう髪型と違うバランスじゃないですか、はい、まあ、そのバランスを形成するのはどの長さで切ってるかっていう外のカットと、どれだけの量どんな感じですいてるのかっていう中のカット、はい、この2つのバランスでヘアスタイルのバランスって決まってるんで、はい、だからセニングを理解しようと思うとこの中のカットのイメージをやっていく、うんうん、とどん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 いろんな人のカットの付き方の、うん、ノウハウっていうのがこう自分の中で積み上がっていくんです。それがなかったらね、あ、うん、この人はこうすいてるからこうすこうかとか、うんうん、この人はこれすいてるからこうやろうかとか、それじゃないと、あ、この質感出ないんだとか、うん、そんなことないから、うんうん、外と中のバランスが合ってればある程度似たようなあのヘアスタイルが作れるんですよ、うん、マジで、うん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 、はい、なるほど。だから外との中のバランスに着目していくっていうのがセッティングを理解する上ではものすごく大事だと。あ、でもそれを理解しようとせず、あ、こうやってやるんだとかね、こうやってやるんだとかってこっちばっかり目がいってしまっていれば、うん、どうしてもこの一番重要なこのバランスを崩しかねない、うんうんうん、ってことになるんですよ、はい、なんとなく分かっていただけましたでしょうか。はい、分かりました。分かりました、はい、中と外のバランスが合えば
ほとんどの髪型のコピーができるっていうようなところなんで、その先にようやく好き方とか、こう使う道具とかっていうようなことがあるんで、まずはそのバランスに着目してセニングを考えていただくと、セニング技術っていうのはものすごくうまくなってきやすくなるという形になりますからね、はい、その辺ちょっと理解しておいていただければなと思います。はい、ではまた次回。どうでした？ちょっと難しかった？難しかったです。難しかった？これ2回見ないといけないんですね。あ、向こうか、君ですら難しかった。僕ですら、まあ、言うても俺の話を何と幾度となく聞いてる福岡君でも、はい、あ、難しかったな。でも物理的にほんまそうじゃない、はい、そこしかないんよ髪の毛って、はい、なんかつけれるわけでもないし、うん、この材質を変化さすこともできるわけじゃないから、はい、だから、まあ、カットで言ったらもうほんまに中外側切るか中側切るかしかなくない。まあそうですよ、でしょ、この根元の中とかないやんか、はい、ここでなんかできるわけでもないやん、はい、ここ切るかここ切るかしかない、はい、それでほとんど決まっちゃうから、うん、そう、ここまで深くロジックができているのもなかなかあんなかなか聞かないです、ね、あんま聞かないですね。あ、そうですか。まあそうです。だから案外こう美容師よりなんか一般の人は聞いたもん、ああ確かに、うん、固定概念が自然に聞いた。ちょっと今までなんか覚えてきた理屈をちょっと一旦置いてほしい。真っ青な状態で中と外って切るといや、もうそうそう、うん、10cm の髪切ってフェイトを切って、はい、5個針で上がってください、はい、それって一瞬それの塊やねんから所詮はって分からないっていう方はコメントください、はい、全く同じ動画もう一回作ります全く同じ動画作る全く同じ動画もう一回説明する動画、まあ、解説版みたいな解説版